僕らの国会。皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。どうぞ。はい、令和5年12月14日に収録を行っています。今回のテーマですが、習近平主席の EV 侵略を許すなということで、このテーマについてお伝えしていきます。習近平国家主席が独裁権力を強めてからのチャイナというのは本当に侵略的で、はい、だからまあ技術の登用とか兵器であるのは前からだけども、この日本やベトナムやフィリピンに不当な圧迫を加えることもまあどんどんこう先鋭化してるんですが、ご存知の通り経済が本当に深刻な破綻状態で。一帯一路も結局イタリアまで伸ばしたと喜んだらメローニ首相に潰されてしまったし、はい、だからこの結局不良債権、うん、返せない相手に貸した形になってる、その債務の罠っていっていろんな国を中国の借金漬けにするっていう戦略だったはずが、実際は返ってこないお金を中国いっぱいかかることになって、それを中国のいわば経済力でやっていこうと思ったら中国経済そのものがもう先行き成り立たないぐらいの状態に陥ってて、それで日本やアメリカに投資してくれということを一生懸命お願いする状況になってるわけですよ。その中でね、唯一例外なのが電気自動車で、はい、BEV、 要するに B はバッテリーですね、 EV はもちろん電気自動車ですが、それをですねどうやって中国経済の中心にしようとしているかというと破壊なんですよ。破壊って何かというと、物を作って売る時に一番大事なのは価格、はい、でこれが大きな生産力を持っている国が破壊的な安売りをすると、うん、もう世界のマーケット全体が潰れる状況になるんだけど、うん、かつて中国は鉄鋼などでそれをどんどんやってたのが、今この EV で徹底的な価格破壊をして、うん、でまず何が起きてるかというと、中国国内の EV メーカーがもうバタ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 と倒れてるわけ、はい、倒産の山ですよ、表に出てきてないけど、実はそうで、その中で BYD っていうね、はい、これ元の中国語をうまく英語にこうやや似た発音の中国語をこの BYD に作り変えた人がいるんですが、僕それは中国の人と思ってないわけ。日本人の関与も考えてるんだけど、うん、いずれにしろ「Build your dreams」ね、あなたの夢を作りましょう、この BYD に特化して、うん、つまりこれ中国のこういう経済戦略の特徴なんだけど、人民解放軍や中国共産党や中んづく習近平一派、うん、で汚職事件を摘発してどんどんライバルを叩き潰していった習近平国家主席は、自分の一派だけはいかなる癒着、いかなる汚職の疑惑があっても一切手つけずに、もうやりたい放題やってるという今の状態で、で BYD がこの習近平国家主席と太いパイプを築くに至ってるっていうのは、西側のインテリジェンスは今経済安全保障の問われる時代なので徹底的に調べていて。でも中国はもうそんなこと気にしないんじゃなくて、逆にこの BYD の安売りをヨーロッパでやってて、うん、そうするとヨーロッパがちょっとエンジン車に戻ってきたでしょ、それ例えばポルシェっていうまあ、ドイツにとってもヨーロッパにとっても大事なメーカーが e f u e l っていう合成燃料を軸に考えてエンジンの生産を継続するというふうになってるけど、これ一つは語られざる背景として、EV が全く儲からなくなってるわけ、うん、で中国もこれ儲かってるかというと、おそらくもう儲け度外視して、はい、とにかく価格破壊の安売りでやってるわけです。でそれと価格競争しなきゃいけないから余計にヨーロッパの名だたるメーカーも EV 作っても利益出ないので、うん、利益出ないとどうなるかというと、会社の存続だけじゃなくて賃金が上がらない、下がっていくってことになるんで。はい、今の日本みたいにこの賃金がずっと実質賃金が上がらないというか下がり続けたままになるってことがヨーロッパにも起きつつあって、それを巻き起こしてるのは実は BYD なんですよ。でこの BYD の次の戦略っていうかもうとっくに始まってるんだけど、ヨーロッパの次に手をつけてるのが日本、はい、だからこの間東京ビッグサイトで東京モーターショー、伝統あるものをやめてジャパンモビリティショーにしたのはいいんだけども、これだから経済産業部会の部会長代理として業界の人にも経産省にもずっと僕警鐘を鳴らしてるんですけど、あの時にあの広い広い会場の一番センター中心っていうのがこの BYD なんだよ。ね、で例えばドイツの本来ジャパンモビリティショーって言っても本来世界から来るはずだから、はい、例えばドイツでももうEV に舵切っちゃった BMW だけいてね、はい、英語読みだと BMW がいてね、ドイツ語だと BMW、でさっき言ったとおり方針転換したポルシェなんかいないわけ。あ、そうですね。それで BYD が中心になってて、でトヨタはそれに抵抗してるはずが、トヨタももうこの BEV、ね、バッテリーの EV 中心にこう展示してて、うん、そうするとBYD の仕掛けた中国共産党習近平国家主席自ら仕掛けてると思われるこの価格破壊競争なんかに全部それこそブラックホール入るみたいに飲み込まれていくっていう事態になってて、で自動車の国産自動車の生産と販売っていうのは国力をもろに表す。東西両ドイツがなぜベルリンの壁壊れた後に90年のあっという間に統一したかというと、西ドイツは今言った BMW あるいはメッツェデス・ベンツ・アウディ、ね、そういう名だたる自動車メーカーがひしめき合ってて、東ドイツの方はトラバントっていうね、今では逆にちょっと高くなったりしてるけどもうとんでもない真っ黒な排気ガス出してバタバタバタって走る、かなり不格好な、まあ、僕は好きだけど四角いトラバントしかなくて、それで国力はもう目に見てこうだから東ドイツがいわば吸収合併されたわけですよね。でそれを考えると、この中国が経済の苦境を乗り越えるために世界の自動車業界を破壊して、中国製の EV を売りまくる、で特に日本が今ターゲットになってるっていうのはこれ深刻な事態なんで、経産省にもずっと警告を出すと同時にやっぱり業界はしっかりしないといけないですよね。はい、はい、この EV の補助金が出ると思うんですけど、これはもう中国車関係なく出るってことですもんね。相変わらずいい質問するけど、これ打ち合わせしてないんだけどその通りで、これ例えば WTO の精神とかそういうことがあるんで簡単にはできないんだけど、うん、これをなんとかその国産車の e f u e l を含めたエンジン車と、それから、日本の得意なハイブリッド、うん、それから BEV を国産優先にするってことをもう露骨にやるしかないんですよ。これチャイナは平気で露骨に価格破壊やってるんだから、 そうですね、それと同じ土俵に上げられたらこれ負けちゃうので、日本で自動車産業が中国に屈服したらこれ本当の深刻な事態で、日本が飲み込まれる、日本経済飲み込まれることになってしまうから、そうすると中国の抱えた不良債権のツケが日本に回ってきたりするって悪夢のようなことまでありえるんで、今三浦社が言ってるこの EV だったら何でも補助金、 EV だったら何でも環境にいい、だからもう国籍も問わず全部補助します、結局日本国民の税負担で補助するっていうのはこれはとんでもない話で、これは見直さないといけないです。はい、ありがとうございました。はい、では今回のテーマは以上にしまして、線にいただいた感想をご紹介します。はいはい、はい、線は最後から読まずに最初から順に読み進めて最終章にたどり着きました。どのような流れの中でその決意に至ったのかをしっかりと刻ませていただきました。議員になられるずっと前の記者時代から本来の日本を理解し、それを取り戻す活動にライフワークとして取り組んでこられたことがよく理解できました。ステップを踏んでこられて、集大成として今後目指すところは当然の帰結のように感じております。祖国のためによろしくお願いいたしますという感想をいただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。えらいこっちゃ。はい。はい。ゆうと君も三浦氏もみんな道連れや。はい。そして皆さん井上ディレクターも楽しみのこっちゃんも音声のフリーターもみんな道連れや。はい。はい。はい、皆さんお楽しみのチャンネル登録シリーズです。はい。京都のお話に続いてます。私学院離宮のことを言ったんですけど、はい、南にですね東福寺っていうね、東に幸福の福、うん、ここの紅葉も有名なんだけど、はい、これが私学院離宮とまた違うんだわ、うん、これがねどう違うのかっていうのはまああえて言うと朱学院理教はやっぱり天皇陛下のご存在のもとで慈しまれて守られてきた紅葉だし、東福寺ってちょっと大陸的な感じのするお寺で渡り廊下からこの紅葉の中に入っていく感じなんだけど、うん、ここはやっぱ京都のいいとこだと思うわ。同じ京都でねそんなバカでかい町でもないんだけど全然違うんですよ。でここにやっぱりもう毎週来ちゃう僕の週末を無残に奪っていつも末っ子なのに兄貴もお姉ちゃんもしてない両親の世話をすると、はい、まあ今となればちょっとだけでも親孝行までいかないけどできたかなって実は嬉しいんだけど、うん、この東福寺にね恐る恐る連れて行ったんだよ朱学院理教の後。はい。お母さんがどのような評価を下すのか、うんね、そうするとその有名なこう渡り丘上のとこがあってそこにおふくろが入っていてこういや親父はいつもひょうひょうとしてるから「ええとこやな」みたいなだけなんだけどおふくろはこうチラッと見てねでチラッと見て顔戻すから「お母さんこういうあっち」って言うと「うん」って言って前見たままなんだ。それで決してけなさなかった、うん、これあかんなっていつものワンフレーズはなくてで従って僕としてはああこれはつまりこのおふくろの背中が言ってんのはもしも朱学院理教見てなかったらすごいいい紅葉だけどもうあれが最後ってあれじゃものあれへんってあんたに言うたやんかというねそれ分かったから「まあ、はいはい」って感じでもうさっさとめでてめでることはめでてさっさとめでてみんなでご飯食べに行ったはいじゃああの時、はい、うん着物を着た素敵な西洋人だと思うけど女性が一人でその渡り廊下で紅葉を見て立ってらした。へえ、うん。どなたかはご存じ上げませんが、あの方にツンツン。うん。綺麗に着物を着ておられたよ。はい。はい。はい。じゃあどこのどなたでしょうか。はい。はい。どなたかもわからないですが。ああ、でもね皆さんね、この東福寺はまあ朱学院理教と違って誰でもすぐ手続きなしに見られるでしょ。それと交通も便利だよね。京都駅から近いから人手は多いけど、うん、この東福寺もおすすめです、うん、はい、はい、周りにいろんな京料理のお店ちょっと観光客向けのとこもあるけど京都はそこすごいからね、うん、全然違うんだよ味が、はい、あれが神戸生まれからしたら信じられへん、うんうん、神戸完全無差別だからまあ歴史が浅いから。うんだから京都はその食べ物屋は選ばないと、うん、はいと思いますが東福寺の周り美味しい、ところで一見さんでなくても一見さんって言葉あること自体が信じがたいけど、うんうん、神戸にそんなもんないよ一見さんなんて、はい、東京もないよな東京はいろいろ裏があるからなとぜひ皆さん、はい、チャンネル登録をお願いいたします。はいそして独立講演会のご案内です。1月の21日東京にて開催されます。こちらのお申し込み現在受付中です。12月の22日の13時までです。ぜひお越しください。1月21日、今日から1ヶ月プラスアルファじゃん。もうその時に世の中どうなってるのかってぐらいの天下平乱だよね。本当ですよね。西村経産大臣の顔をニュースで見た時もそう思ったよ。前もちらっと言ったけど多分もうあの人動き早いから制裁していや100万円だからもう絶対大丈夫と思ったらいきなり総理から切られたでしょ。さすがに顔に出てたよね、うん、前も言ったかな政治家って鉄面皮じゃないんですよもろに顔に出るんでだから総理の表情のことも言いましたけどそういう意味で皆さんもいろんな予測はできると思います。はいそしてなんだっけこの後入湯です。あ、入湯。お風呂ね。うん、今三浦市長からそして入湯ですと言われたんで、あ、お風呂入れるのかなと。はい、やっぱ温泉恋しいですよねもうね。ではなくて残念ながらそのルール上の次の総裁選に投票できる党員資格募集っていうのは党員募集っていうのは一応終わったそうですが、何があるかわからないのと、結局検察も自由民主党もそこは同じで世論次第なんですよね。だからそれ考えたらあえて自由民主党の党員資格を持ってるっていうのはやっぱり基本的にこれ海外出ても発言力は強いっていうのは自然なことだと思いますので、できればそうやって、いわば体制を整えて1月に一緒に議論できればいいなと思ってます。はい、はい、もし入党申し込みしてくださると三浦秘書が皆さんの申し込み書を一人一人と本当に丁寧に向かい合ってます。はい、はい、アナログの良いところで、はい、はい、動画の下の説明部分概要欄からお申し込みいただけます。それでは今回もご視聴ありがとうございました。